どうも皆さんこんにちは、M ハスです。さあ今回はイベルカーナのシリーズスキルですね、表記錬成の方を使って、防具の方を紹介していきたいと思います。導きの地のマルチ装備ですかね、こちらが本当に強くなっていますので、まあ、一応ね、説明の方はこちらに出てると思います。では、早速装備の方、装飾品と説明していきましょう。まず覚醒能力に関しては、シリーズスキル、イベルカーナのシリーズスキルをつけて、攻撃強化に関しては、まあ、会心をつけてもいいかなと思います。そして装飾品がちょっとね、今回編成難易度がちょっと高めなんですけれども、本当に申し訳ないと思います。まあ、できたら達成感があると思っていただけたらなと思います。まあ、それで、会心率が 45% で、スキルの方が、まあ、見切りが6、ガード性能5、体力増強3もつけて、まあ、結構安定感もありつつ、まあ、能刀術3をつける、まあ、精霊の加護もつけるということで、回収しやすいっていう形になってます。なので、かなり戦いやすい。スキル構成になっているんですけれども、まあ、どれくらいダメージを出るか、まあ、冒頭でね、かなり高いダメージが出てると思うんですけれども、まあ、表記錬成に関してはこんな風に4つゲージがあって、この4つの枠内で攻撃力がどんどん、まあ、使っていくたびに落ちていくという形になります。で、これが一番最大で溜まってる時は、以前私が紹介した一番火力が出る装備、まあ、こっちはね、なんだっけ。挑戦者ついてませんけれども、まあ、それでもこっちの方が高いような形ですかね。挑戦者が発動してるときは向こうの方が高いかもしれませんけれど、挑戦者が発動してない限りこっちの方が高いという形になります。で、結構速いスピードでね、霊気が溜まっていきますので、まあ、エフェクトがかっこいいとというわけで、今回はこちらを使って、まあ、導きの地のマルチ行ってみて、まあ、どんな感じの立ち回りになるのかっていう形、まあ、説明していきたいと思います。それでは、今回はリオレウス希少種ですね、希少種の方を、ちょっとね、人数は3人なんですけれども戦っていきたいと思います。一応歴戦ですね、歴戦のリオレウス希少種で、この装備に関しては不屈がついていますので、もう先にあらかじめ不屈は発動させています。なので、まあ、少しね火力が本来よりも高めだと思うんですけれども、まあ、それでもね、まあ、結構ね、導きの地は長時間戦うことも多いので、まあ、そこまで参考にならないってこともないのかなと思います。で、まあ、導きの地のリオレウス希少種に関しては、頭を壊すまでがちょっとね、時間かかっちゃうんですよね。普通にソロで行ったりとか、歴戦の調査会か。調査会で行くときなんかは、まあ、破壊王をつけて行ったりみんなしてくれてるので、まあ、意外と早く頭壊れるんですけれども、ここだとね、さすがに、まあ、破壊王はつけてないので、まあ、そういう部分ではちょっと戦いづらい相手ですよね。あとめちゃくちゃ動く場所もあんまりいいとは言えないかな。ちょっとね下り坂なんで攻撃が当たらないということが結構多々あるんですよね。で武器しまうのがこんなに早いとは素晴らしい。さあ、壊れてない頭で144ダメージとね、なかなかえげつないダメージ出ましたけれども、で、まあ、一応やっぱある程度殴ってると、まあ、霊気がねたまなくなっちゃったりしてるので、そうしたらまあクラッチ苦労して、今ちょっと早めに、離れちゃいましたけれども、まあ、クラッチ苦労したタイミングでもう少し時間を待って溜めるのをね、溜まるのを待って苦労攻撃をして、まあ、傷つけしてもいいのかなと思います。あとね、あとなんだろうな、やっぱカイザーじゃない分、まあ、切れ味がね、ちょっとな、まあ、本来武器のね、性能でめちゃくちゃ長くはしてるんですけれども、それでもやっぱり、青とかにたまにいっちゃうので、そういう部分は大変かもしれないですけれども、青でも十分なね、火力が出ますし、そもそも、やっぱり導きの地ではみんなやっぱり、エリア移動したら、まあ、このモンスターエリア移動しませんけど、いやエリア移動したら、やっぱ飛ぶじゃないですか。そのタイミング結局カイザー使ってようが特ハメにはなるので、まあ結局そこまで、まあストレスにはならないですね。それよりもまあ戦っててすごく楽しい。この装備は火力も出るし、いけるかな、いけないと、火力も出るし、まあ、エフェクトかっこいいじゃないですか。でストレスがない、まあ、体力増強3もつけられつつ、まあ、心眼ね、ガード強化もつけて、ガード線も5もつけて、あ、なんだろう、そう、能刀術で拾いやすいし、
まあ、精霊のカゴ3もついてるし、まあ、結構言うことないんですよね。で申し分ないダメージが出ると。だから、まあ、多分今後導きの地では多分ずっとこの装備を私は使えます。もうカイザーはソロの時でいいかな。うん、なんかムフェトをやってる時に結構ムフェトに関しては解く時間があるじゃないですか。必殺技しずく、王のしずくだっけ、王のしずくをやってる時に解く時間があったりして、なんか一回破壊できたらわざわざカイザーじゃなくてもいいんじゃないかなって最近思って、そっからあカイザーじゃなくてもいいなっていうカイザーを脱する何予兆っていうか、そういうのがね、見えたので、なんかまあそれをこれをきっかけにね、まあ、マルチだけでも、まあ、カイザーを脱しようかなと。中毒者をね少しでもね、カイザーにまあ疲れに使ってたので、まあ、そういう部分は、まあ、今回いい、今まで使ってこなかったんですよ狂気錬成。うん、まあその結構いいですよってコメントとかでね視聴者さんに教えてもらってて、まあやっぱ結構ランスでもね、ランスじゃあんまり使えないっていうイメージだったので、まあ、やっぱ体験とかね、そういうハンマーはどうなの、体験かな主にハンマーとかそういう武器ではね結構使ってると思うんですけれども、まあランスだとそこまでイメージが湧かないなと思ってたんですけれども、いやー度肝も抜かれましたね。ほんと冒頭のダメージでもまあ見てもらったと思うんですけれども、まあそう、あれはソロでね行った時なんですけれど、まあ多分猫のなんて励ましの楽器の効果とかいろいろあるんでしょうけど、まああんなダメージ出ますからね。突進で491ダメージだっけぐらい出てたから、もう少し突進500届くのとか思ったら、まあ使わずにはいられなかったって形ですね。普通にまあ今回導きの地ですけれども、マルチでも普通に使えると思いますよ。うん、まあランスがねこの装備使ってるのでも多分周りびっくりしないか、知らないもんね、ランスが普段どんな装備使ってるか周りなんかね。でもランス使いがもしいたらびっくりするんじゃないから、あこの装備使えるんだっていうね、そういう部分ではまあなかなか意表をつくような感じで面白いんじゃないかなと思います。だから一応私は一応全属性、まあ属性っていうか、そう属性だね、状態異常以外特殊攻撃以外は一応全部ラビーナのシリーズスキルをつけて組んでみようと思います。導きの地用にね、それぐらい使いやすい。今回は乗っていただいたので、まあ、その間にね、解く時間ができたんですけれども、本来だったらもっと早めに解けてますから、そこまで気にする必要ないのかなと思います。ちょっとよろしく。あーどんまいでね、そろそろスタンできる気がする。素晴らしい。でちなみにリオレウス歴戦のね、リオレウス希少種に関して前大霊脈玉を落とさなかった気がするんですけれども、これ修正かな、多分落ちるようになったの、なったそうなった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 んですよ。多分前までは多分落ちなかったと思うんですけれど、なんか調べて落ちなかった気がする。なので今回のアップデートで落ちるようになったから、まあでかいですね。結構サンゴ礁とかはね、地帯レベル7にしてる人が多いから、こいつを狩る機会は多少はあるんじゃないかな。私まだね全然7にはなってないんですけれども、結構アバウトですよ私の地帯レベル。うん、だって今どうだろう、強接地帯しか多分7になってないですもん。それぐらいね結構まあ手抜いてるっちゃ抜いてるんですけれども、まあ、緩く遊んでるって感じですから。でも、ね、リオレウス希少種もダイレイマグダマ出るっていうんだったらまあ7にしてもいいかな。あと、まあ、カウンタークローした時にこれ多分最速でやれば3分の1ぐらいですかね、たまるのは。で粘れば、半分とか、まあ、6割ぐらいはまあ、回復できますので、まあ、ぜひやった、ぜひ、やってみてくださいっていう感じですかね。まあ、かなり
使いやすいです。本当に使いやすいので、まあ、ぜひ使ってみてください。私もね、今まで使ってこなかったんですけれども、もっと早く知っとけばよかったなっていう感じです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。